前回の動画ではね、高橋のカメララボさんとね、コラボ動画をさせていただきまして、なかなか大成功っていうぐらいのレベルの、ご盛況でありがとうございました。高橋のカメララボさんのね、チャンネル登録者もね、すごく増えまして、チャンネル登録していただいた方ね、大変ありがとうございます。前回のね、コラボ動画なんですけども、私の動画だけ見ていただいた人もね、いると思うんですけど、高橋のカメララボさん側でも、私が出ておりまして、で、内容はね、私の動画と全く違う動画になっておりますので、ぜひともね、高橋のカメララボさんの方にも、見に行っていただければと思います。リンクはね、説明欄かに貼っときますんでね、行ってみてください。で、今日はね、このフィルムね、これロモグラフィーのね、ファントム8っていうフィルムですね。これまたドリームロコモーティブ様にね、寄贈していただいたものになりまして、キャノン A1 でね、撮影してきました。その写真を、見ながら、このフィルムのことをね、ちょっと紹介していこうと思います。それでは動画スタートしてまいります。はい、今回ね、撮影してきたフィルム、このファントム8なんですけどね、これロモグラフィーさんからね、発売されているフィルムでね、なんかドイツのね、映画会社から、映画用フィルムを切り出して作られたっていうことですね。映画用のね、モノクロフィルムってあるんですね、まだ。昔はね、モノクロ映画、僕が覚えてるモノクロ映画って言ったらもうエレファントマンぐらいが最後じゃないかな。年取ってる人しか知らないとは思うんですけどね。ISO がね、名前通り8なんですよ。ね、8のね、ISO っていうんで、コダックのね、64のフィルムとかをね、使用している人だったら、体感露出もあるかもしれないですけどね、64の半分が32、半分が16、で、その半分の8なんで、64のフィルムの3段落ちということなんですけど、私も100のフィルム、50のフィルムぐらいしか使わないんで、さすがにね、ISO8 の体感露出はないんで、どんなフィルムでいこうかなと思ったら、これね、カメラですね、フィルムじゃなくて、このキヤノン A1 だとね、ISO が6まで設定できるんですよ。で、このカメラを使いましてね、体感露出がわからないんで、もうちょっとね、露出計があるカメラで、その露出計を頼りに、撮影することになりました。で、現像の方なんですけどね、これ自家現像が前提になってくるとは思います。で、もしね、ファントム8使いたい方はね、もしその自家現像ができない人は、ご近所の、ラボとかね、そのカメラ店、写真ってね、北村とかそうですけど、そちらでね、ファントム8の現像できんのっていう、問い合わせをしたいからの方がいいと思います。ラボ出しだったら多分できるとは思うんですけども、現像のね、状況が、厳しくなってきますよね。で、今回、このファントム8の現像なんですけども、D76、コダックの D76 スタンダードっていうね、希釈してない D76 ですね、を使いまして、21度6分間現像しております。はい、で、21度の D76 で6分間現像した結果なんですけどもね、これちょっと分かりにくいかもしれませんが、非常にコントラストが高い写真ができました。これドリームロコモーティブさんもね、やはりコントラストが高いね、というね、コメントをいただいておりましてね、一応ね、ドリームロコモーティブさんの作例も、送っていただいて紹介しようと思うんですけど、とりあえずね、先にね、私の作例からいきますね。これ、なかなかね、ふさわしい被写体に出会えませんでした。
ったんですが、まあ、見てもらったら分かると思う、結構ね、やばりハイコントラストで、ドラマチックな写真が撮れる感じですね。まあ、撮影状況としては、やっぱり光がある状況で撮った方がいいと思います。まあ、ISO は8しかないんでね。で、この写真なんかももう、ちょっと恐ろしいほどのディテールが出てると思いますし、この写真なんですけども、どうしてもね、絞りは開放に近くなってしまうんで、背景ボケがボンボンに出る、写真が多くなります。ディテールはすごいですね。まあ、映画用フィルムということで、まあ、ディテールがいい。まあ、映画ってね、でっかいスクリーンに映しますからね、当然ディテールが良くないといけないということなんですけども、以前ね、バビロン13というね、フィルム、はこちらですけどね、こちらを使った時はね、まあ、ディテールの差はそんなにないと思います。で、バビロン13の方が若干柔らかい調子で撮れましたんで、好みがちょっと分かれるかもしれないですね。ハイコントラスト重視、バリバリにね、白黒っていうね、人はね、ファントメイトの方がいいかもしれませんし、ちょっと柔らかい調子が、好みであったらね、バビロン13の方がいいかもしれません。これどちらもね、ロモグラフィーから出ている、フィルムでね、やっぱ自家現像が前提になってくるとは思いますけど、まあ、使いにくいフィルムであるのは間違いないですが、通常のね、モノクロフィルム、もしくはそのね、デジタルでモノクロモードっていう、撮影に比べますと非常に個性的な絵が撮れます。これね、このモノクロにハマってる人はね、すごくね、いいフィルムなんじゃないかと思いますね。で、ここから先はね、ドリームロコモーティブさんの、作例になってくるんですけども、ドリームロコモーティブさんはね、ニコン F90X を使用して撮影しております。若干ね、取り込んだ後にあまりにもハイキーだったんでね、若干露出をアンダー側に振ってるらしいです。僕の方はそのままにね、してるんですけどもね。で、見た感じやっぱちょっとアンダーに振った方がいいのかもしれないということで、撮影時にね、ISO8 じゃなくて13ぐらいにした方がいいかもしれないと、僕もそう思いますね。あまりにもね、標準の設定のままで撮影するとね、あまりにもハイコントラストになってしまいました。でも、これずっと見てもらって分かると思うんですけど、ディテールは驚異的というか、解像感ものすごいですね。まあ、前回のバビロン13でもそうだったんですけど、この、2つのフィルムなんですけども、やはりね、解像感、ディテール感はものすごいものになりまして、今までね、アクロスですごいと思ってて、アクロスのね、玄関でものすごいと思ってたんですけども、これバビロンともファントメイトともね、ハーフカメラでも全身伸ばして大丈夫なんじゃないかなと思えてきました。で、まだね、バビロンはね、もう何ですか、オリンパスの OM2 に装填して撮ってるんですけど、ファントム8はね、いただいたのがもう一本残ってるんで、ファントム8はね、ハーフカメラに装填してみようかなと気に今なってます。ハーフカメラどうしてもね、そのディテールが落ちるということで、まあ、オリンパスのね、ペン F とかはね、十分なディテールではあるんですけどね、ハーフサイズで撮っても十分なディテールではあるんですけど、これで撮ったらもうフルサイズいらなくなるでもこれ36倍撮りなんでね、おそらく80倍ぐらい撮れてしまうと思うんですよね。まあ、その辺はね、どう考えるかによるんですけども、80枚撮るの一体どのぐらい時間か、実はね、バビロン13もね、ペン F に入れようかと思ってちょっと悩んだんですけど、80枚ぐらい撮れるしな、いつ終わるかわかんねえなと思って、ちょっとやめたっていう経緯があるんですけどね。ペン F で撮るか、それとも、ヤシカハーフ17あたりで撮るか、まあ、すごくない。ヤシカハーフ17もね、富岡のレンズが入ってますんで、ものすごい解像度で撮れるんで、ちょっと悩んではいるんですけどね。手軽に撮るんだったらヤシカハーフかな。ただ、ペン F はね、一眼レフなんで、
あのピント合わせとかもしっかりできるしね、すごい悩ましいところではありますけどね。はい、今日のね動画はまあこんな感じになります。ドリームロコモディブさんね、あのご協力本当にありがとうございます。もうねフィルムもたくさん提供していただいてね、で今日の動画の説明欄にねドリームロコモディブさんの、YouTube のチャンネルの、リンクと、ブログのリンクも貼ってありますんで、興味がある方ね、あの写真をお仕事にされてる方なんでね、クロートの、写真も見れたりしますんで、ぜひともね、動画とか見ていただければと思います。はい、それではここからはね視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。様の作品投稿のコーナーですね。トップバッターがいつもの一都市球さんの作品を2枚、1枚目がねタイトルが豊作、2枚目がね安全第一ということですね。カメラがニコン F フォトミック、ニコールオート 28mmF3.5 アグファ APX100 で撮られております。で1枚目なんですけど、ね、28mm のね、ワイド感をね、重視して、利用して、よく撮られておりますが、豊作というタイトルではちょっと厳しいかもしれないですね。できればね、なんていうんですか、稲穂を干してるようなとこが欲しかったかな。2枚目は安全第一、というのはね、これ枠がね、鉄の枠、これなんだろうな、なんだろう、これは何を作ってるのかということよくわからないんですけど、鉄枠がたくさん組まれてる工事現場の、写真になってますね。28mm のね、日光ロートですから、結構なかなかの解像度ですし、ね、APX100 のね、調子が非常にね、柔らかい調子で、これはちょっと好感は持ってますね。はい、一都市球さんありがとうございます。次はね、ハンドルネームジョージさんか、これタイトルがねカプセルホテルっていうことですね。機材がね富士フイルムクラッセ W、フィルムが富士フイルム C200 ということですね。靴を入れようと思ったらプニッという感触、でも全然起きません。だいぶ気に入ってしまったようですということですね。これ猫がねその靴箱の中で寝ちゃって寝てますね、完全に寝てますね。それももうお腹を上にしてね、本当にくつろいで寝てるところを撮っておられます。クラセダブルね、ちょっと使ったことないカメラになりますけど、非常に興味ありますけど、結構な値段しますよね。なかなか、豪華な、カメラで撮っております。ジョージさんありがとうございます。次はねこれか、ペンネームがねMHR さんですね。2枚、今回デジカメですということで、ニコン D610 オートニッコール 50mmF1.4AI 回、で2枚送られています。タイトル1枚目がね通勤電車、2枚目がねお父さんまだってことでね、どちらもねモノクロモードで撮影しているのかな。で1枚目は、ね、流し撮りになるんですけども、これなかなかねその流し撮り、綺麗な流し撮りじゃなくてちょっとブラしてある流し撮りでね、同感を出してありますね。まあ中を見ればねお客さんがたくさん乗っててね、通勤時間っていうのがね今わかります。2枚目の方はね駅での親子連れをね後ろから撮られたものになりますけどね、ほのぼのとした写真になってますね。よく見るとね電車だけブレてるんで電車が動いてるのがわかります。2人でね電車を、見ているのがねよくわかりますね。鉄道好きのねお父さんが、子供を多分駅に連れて言ってるとは思うんですけど、まあこれでまたね子供も鉄道好きになっていくんだと思いますけどね。はい、MHR さんありがとうございます。次がね侍ジャパンさんですね。侍ジャパンさんから2枚、1枚目がね色のないサイズでいいんですか、彩りでいいんですかね。2枚目がね多いお茶の夕暮れということで、1枚目はねヤシカマット 124G、富士フィルムネオパワークラス100、で2枚目がねペンタックス K01 XR リケノン 50mmF2 ということですね。1枚目なんですけどね、これスクエアの写真なんですけどね、アプリケーションの都合でどうしてもね横16対9の写真になってしまいますね。でモノクロでねよく彩りのあるね写真、これモノクロで撮られてるんで
ですけどもね、あのヤシカマットのね、あの80ミリのレンズかな、すごいね、その奥行きのあるっていうか、立体感のある写真になってますね。これもなかなか面白い写真になっておりますね。2枚目の方がね素晴らしいというか、これなんかね、もうただペットボトルを撮ってるだけなんですけどね、光を使うとね、こんな写真になるんですね。はい、まあ、XR リケノンね、50mmF2 を使用しているということで、解像度もバッチリです。すごいディテールになってます。はい、サムライジャパンさん、ありがとうございます。次がね、ポンポコさんの作品で1枚。タイトルが螺旋ってことですね。カメラがね、フジカ ST701、レンズ 55mmF1.8。フィルムがね、コダックカラープラス200ということですね。ちょっと怪しい空模様に螺旋階段がついたアンテナのシルエットが面白いと思いますっていうことですね。これ空のね、空模様がね、すごくね、印象深い写真になってます。まあ、僕だったらね、多分ね、縦構図にトリミングしてね、まあ、こんな感じの構図にするのかもしれないんですけど、まあ、これはね、好み次第ということで、これでもなかなかいいと思います。空のね、その、表情がなかなかいい作品になっておりますね。はい、ポンポコさん、ありがとうございます。今日はここまでかな、ここまでになりますね。次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナーですね。今日はね、佐賀 B28 名古屋さんの、俺のカメラということでね、中年オタッキー様お疲れ様です。今回も俺のカメラコーナーへ投稿します。ご存知オリンパス 35DC、前回の投稿で ME のレンズに装着していた角型フードを 35DC に取り付けてみたら妙に似合っていたので送りますということですね。このフード角型キャップも付いているのでしまう時も便利なのですよ。再販してほしいフードですということですね。これキャップが強烈に面白いですね。キャップはこんな形になります。フード本体はレバーによる締め付け式です。あ、簡単にパチッとやって、やるやつですね。いや、これなかなかですね。ちょっと欲しいな。シールとかも、なんかシール貼ってありますけど、シールとかも貼りやすいでしょうし、なんといっても目立ちますよね。まあ、効果としてはね、丸型フードとそんなに変わらないんだろうけど、抜群の個性になりますね。はい、佐賀 B28 名古屋さん、ありがとうございます。今日の動画はまあこんな感じになります。でね、次回の動画なんですけど、どうしようかな。一応ね、キャノン FP に、FD50mmF1.8SC、フィルムが、コダックのトライ X400 で撮ったものと、今ここにありますけど、マミヤ RB67 で、フィルム何だったっけ、アリスタエディオ400か、で撮った写真ね、2つ上がってきてるんですけど、どちらもあんまり良くないんですね。特にね、マミヤ RB67 の、写真なんですけども、初めてね、その、ブローニーですか、ブローニー120サイズのフィルムの自家現像に挑戦したんですけど、現像タンクがね、ベルト式でね、僕の苦手なベルト式ということで見事に失敗してるんですよね。ベルト式タンクどうも容量がわからない。なんかうまくやる人はね、ベルト式が一番硬いって言うんですけど、僕にはどうも苦手でね。で、まあどっちを紹介していくかちょっとよくわかんないんですけど、ネタもそれしかないんで。まあどっちかを紹介することになると思います。はい、今日の動画はここまで。まあ良かったなと思った方、ぜひ高評価、もうポチッと押すだけなんで高評価お願いします。あとコメントの方ね、ちょっと追いついておりませんがね、コメント返しね、全部していくつもりでおりますので、感じたことなどをね、コメントに綴っていただければと思います。でチャンネル登録の方ですけどね、もう過去最高のペースでチャンネル登録増えておりますが、なんかとうとうね、なんだっけ、ユーチュラとかのねランキングにもね、私のチャンネルが登場してきまして、チャンネル登録4000名到達は、来年の2月22日頃とかなんか勝手に予想されておりましたけど、そんなペースでね、チャンネル登録増えておりますがね、まだね、チャンネル登録されてない方、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。
はい、今日の動画はここまで。また次の動画をお待ちください。それではごきげんよう。さようなら。